栃木市栃木文化会館は栃木県栃木市朝日町にある多目的ホールである1983年10月1日会館。会館ロビーには佐藤忠義作、娘の像が常設されている。かつては栃木市文化会館という名称だったが2010年3月29日に栃木市と太平町、藤岡町、津賀町が 新設合併した際に現名称に変更された。2021年4月1日にと、チギーは日の新商河ホールへと名称変更した。2008年に指定管理者制度が導入され公募の結果、協立が代表企業となる協立環境整備日立ビルシステム共同事業体が受託している。2014年4月1日から株式会社 K ミックスパブリックビジネスが 指定管理者として運営している。同日から市内の栃木市太平文化会館、栃木市藤岡文化会館、栃木市津賀文化会館、2016年4月1日からは、同栃木市岩船文化会館にも指定管理者制度が導入され、栃木文化会館と合わせ文化施設五館を k m i クスが一体運営している。2019年に契約が更新され、 引き続き2024年まで k m i クスが管理運営を行う。2020年12月、株式会社岩下食品がネーミングライツを購入し、愛称が栃木岩下の新生がホールとなることが発表された。契約は2021年4月から5年間、契約料100万円。開館証明書在地、郵便番号328-0035を栃木県。 栃木市朝日町12番16号。ありがとうございます。